室町幕府奉公衆としての出発。三好長慶は室町幕府の奉公衆としてスタートし、幕府内で出世を行いました。細川家への仕官、彼は細川家に仕え、細川晴元との連携を通じて勢力を拡大しました。織田信長との抗争調停は織田信長と対立し、信長の勢力拡大に対抗しました。信長との戦いが彼の経歴の中でも重要な要素となります。松永久秀との連携調停は松永久秀と連携し、共に織田信長と戦いました。細川家分裂、細川晴元との対立から細川家が分裂。長慶は細川家一派を支援しました。細川藤孝との対立、細川家内部でも対立が続き、細川藤孝との戦いが長慶の経歴に影響を与えました。失脚と晩年、三好長慶は次第に勢力を増し、晩年は衰退しましたが、長慶は戦国時代の名将としての評価もあり、その武功や活躍が後世に語り継がれました。